コミュ障って結構びっくりマークつけるらしいんですよ。私よくつけるんですけど。いや、私もつけます。僕もつけるんですけど。僕もつけるんですけど。じゃあ私もコミュ障ですね。みんなコミュ障だな。いや、なんか多用する人が結構。あ、多用しますね。全然当てはまってないですね。困ったらびっくりマーク。とりあえずなんか勢いありますもんね。次池松でしょうか、よろしくお願いします。元気が出ますからね。元気がちょっと文章に高青年ですもんね、雰囲気が。そうっすよ。ちなみに今どんな感じ？ごめん、ちょっと終えてなくて。2勝してる。いや、嬉しいですね。てか勝つしかねえんだ。勝つしかないです、僕らは。相手に迎撃が来ないでほしい。決まり苦しんでほしい。サイクルロボサタン、サタンじゃないな、多分。まあ、無難に考えるのはヴィーナスとかですかね。ナスですかね。マジ。すごい来てる。マジか。じゃあ、太刀の回収は多分全部パドさんがやってくれると思うんで。もうこれ 全力でやりますよ。笑いなしでも全力でやりますよ。ふざけないです。もう笑ってる場合じゃねえよ、もう。ナスだね。ふざけんじゃねえっていう、あれですか。よく吹ける。ゴーストのアンチいる？ゴーストケルベロスが。あ、でも詰まっちゃってる。俺、対空なしよ。ウサダさん、魔法忘れる。魔法使い。はいはい。ゴーストアンチ。ゴーストアンチ。はいはい。ナイス。ナイス。オッケーオッケー、袋。よし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 。削っていきたいね。まあ、リザで削るか。あ、アーチャーいるね。あ、アーチャーいるんすね。いいアーチャーだ。パトさんの。アーチャー行こう、アーチャー行こう。キャッキャッキャ。ゴースト消え、ゴースト消えてますね。待ってください。またコストたくさん持ってたもしかして。いやーきつい、持ってますね。トロールか、トロールきつい、トロールきつい。なんか飛ぶな。倒せ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 。ああ、バル出すわ。ラミーじゃないですよ。いや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 、今サイいたんすか。今シャウトしてたせいで取られたじゃん。これどこ行きますか。どこ行きますか。いや、悪いことじゃない。どこ行きますか。魔法行こう、魔法行こう、魔法行く。いや行かない。これは行かない方が。ちょっと遠くないですか。ここでちょっと魔法ですね。俺ゴーストきついんだよな。いや、対空内のバレて、もうフクロウめっちゃ前線でした。いや、きついですね、めちゃくちゃ。迎撃もいないんですよ、ちなみに。やばい。やったやったやった。マジっすか。ミスターハミスターった。でも乗った。でもサイクルリーダーって。これ、ね、完全にミスターってですね。本当やったよ。これはやばい。なんだこれ。ああ、本当すいませんこれ。え、びっくりロボ出ちゃった。びっくりロボっすね。びっくりロボ出ちゃった。ちょっと、スイングって。やばい、もう錦野さんの動画見たくないの、怖いなこれ。何言われるの。やばいやばいやばい。いや、見たくない。やばい、全身が熱いっすよ、やばい。迎撃も、迎撃なし。いやくそ、うわ。やっちまったな。やったよ、もう。いやパドさん、事故ってんな、これは。これ事故ってますね。これはひどいな。マジで何も使えないじゃないですか。まだまだ2戦残ってるんで、はい、そうですね。しっかりプライドをかけて。もう最後まで、もう。さあ、エルマツさん勝ってほしい。エレオンタック。まあ、でもエルマツさん、気楽でしょうね。ああ。ひぃ。へぇ、へぇ、ほいほい、だらけてエルマツさん秘密兵器って、エルマツさんの秘密兵器ホーボックル裏のが良かったんじゃない。これ遊びに行ってる感じしかしないです。
そんなことないですよ、ちょっとこのボクロの力を。あれです確かにツイッターで楽しいって言ってたけど多分エルマスさんがここでボックルの強さを見せますよ。はい、でもスランプさんがあれだから第3までこれ取られちゃいますよ。うん、ただこれ大砲無駄ですね、一発。ああ、いいですね。ここでマタンゴ。ちなみにマタンゴ引かれたら、ああ、そうですね。マタンゴ引かれてたらちょっときついですね。あ、いいですね。迎撃で固めて確実にコスト落ち。あ、いいですよ。エルマスさんの袋？エルマスさんの袋出てますね。やめろ。おなじみの、おなじみ、毎回出てきてるな。蜂の巣にされましたね。毎回出ちゃう。ワンチャン裏なんじゃないですか。フクロウボックルですか？ちょっとやめてほしいですね。確かに毎回出てますよね。さあ、スランプさんと。お、ここでいいクレイジーフラワーですよ、今回は。打って変わって。モノクマさんの評価もいいんじゃないでしょうか。打って変わってはちょっと失礼だった。取りで削れるキャラいないのかな。あ、いいじゃないですか。コロボックル打って。大砲。いや、ポックル使いのエルフィーさん的にはどうですか、このポックル。いや、いいですよ。カタパルトに。カタパルトに。ああ、もう使い切っちゃったか。ユキンク一体残っちゃってますもんね。息が合ってなかったです、今の大砲。通話してないからしょうがないですけど。あ、レッドドラゴン。レドラの出し方うまいですね。レドラサタンですね。釣りたい。レドラを釣りたい。レドラを釣りたいですが、これちょっと、いっちゃいます、ね。カニが。カニが一方的に。あ、でもキャットいいですね。跳ね返せばいいんですけど。おー、なんだなんだ。なんだなんだ。振り切りいいですよ。レドラはレドラはもじもじしてるな。位置が悪い。もうちょっと、振り切り前行けば、多分横行くと思うんですけど。あ、サイが。いやー、危ない危ない。いいですよ。危ない危ない。いいサイで、サタンです。いいサタン、このサタンで裏だからあんまりスキルが打たないんですが、でもレッドラに弱いんでしたっけ。レッドラに弱いんでしたね、そういう。あ、でもいいんじゃないですか、結構ゴリゴリいって。で、あとサタンですよね。お、わかんないんですよこれ。いけますよ、いけますよ。まだまだいいっすよ、いいっすよ。おおおおおっと、やっぱ軽くありますよね。クレクレクレトスケナイスすぎる。ナイスですよ、ナイスですよ。ポックリポックラ待ってない。ポックルだったのかな。ポックラ待ってない。ここでポックルやってた。激流で。あ、激流いいですね。いや、もしかしたらポックル2コストにわざわざ3コスト当てさせたりしてたのがでかかったかもしれません。あ、まあそこでコストを吸ってたのが、はい、素晴らしい。これはいや、我々の今までの山さん意地見せましたね、はい、勝ちたいって。素晴らしい。おお、秘密兵器。いや、モノクマさん、ちょっとコロボックルバカにしてたのもちょっとあれじゃないですか。すいませんでした。いやいやいや。もしもし。あ、もしもし。お、エルマさん。やりました、やった。ありがとうございます。あのコロボックルの意図は何だったんですか。今育てて、てでオンで使うのが楽しすぎて、もうポックルで行こうと思って。そこに戦略的な理由はなかったんですね。特にないですね。秘密兵器なのに。なんかいろいろ戦略練るよりやっぱ使いたいキャラ使おうってことで。ああ、それで結果出てますもんね。なんか僕らみたいに、なんとかなんとかとかやって、結局ロボあそこに出てきますしね。まだ言うかという話ですけど、ロボ仮面になってないんですからね。さあ、最終戦。好きですね。アビリティ、スケ対アビリティハーピー。まあ、D リーグの期間でハーピーの強さはもう、多分分かってると思うので、はい、今回も力を見せてほしいですね。逆にスケだとハーピーは有利ですね。そうですね。いやー、最後頑張ってほしい。さあ、足キャラはいるのか、お互い。どうだ。さあ、ない。なそう。ああ、サイ。出た、サイ。宿敵サイが定番ですね。なんか僕、D リーグの腕オフでラビット見たことないんですけど。実は引いてて出してないかもしれない。それ一番嫌じゃないですか。ラビット超いらない1話。そんなこと言わないでください。あ、でもいいですね、冷静に処理してますが。フェアリーかフェアリーが結構やばいかもしれないですね、もしかしたら。普通にハービー倒しますかね。強いんですよ、ハービー普通に強い。ハービー普通に火力ありますよね。
ウッドヘンギーが。ここ勝てるかですよね、海音波で。いや、普通に倒しましたね、ハービー。強いな。強いな。まだこれ1体目じゃないですか。普通に倒しました。こんなに体力残ってる。すごいな、もう。いやー、ペンギンも回ってますけど、ハーピー結構軽く出せますよね。あ、スケルトンか。いや、亀がめっちゃいい働きしてますね。はい。結構コスト据えてるんじゃないですか。もういいですね。亀亀で。亀の装備 D1 かわいいですね、これ。おじさん話すの。うん。おー、で、キメラ。キメラ。いいですね。あー、ハーピー入ってる。すごい。フェアリー2体ハーピーで倒してる。すごいな、ハーピー。強すぎる。ただ、このままだと判定で負けちゃうんですよね。残り1枚で。まあ、でも、キメラが寄ってきてるんで、寄ってきてるんで、そろそろ仕掛けできそうです。どういくかですね。あ、ゴーレム。ゴーレム。ゴーレム。ゴーレムが。自信しろ。あ、でも普通に倒しましたね。これまんまなんか普通に強いですね。なんかハーピーが強いな。ハーピーが強い。ハーピーが強い。ここでゴーレムが、あ、ここで攻めてきましたね。アイが切った。あ、ヒドラでいいですね。そこでヒドラですね。残り24秒。さあ、ゴーレム活躍してますよ。ですか。ゴーレムが、ただ砦で守られてますね。デビルが硬いか。ちょっとデビルが硬い。砦を取りたい。あ、いい位置に剣士行ってますよ。いい位置に。ただ、あ、いい、ゴールがゴールがゴールが、あ、最後って。おお、最後に。やりましたね。ブザービーターですよ、チオンさん。これだわ。ゴールも大活躍じゃないですか。これみんなゴールも育て始めますよ。これはもう、やっぱり神だった、この人は。いや、本当ですよ。ですよね、ハーピーの名前最強ですからね。本後半の2試合勝って前半の3試合負けたんすか。100% 僕のせいじゃないですか。いや。あー、やったな、ほんと。うわー、悔しいっすね。決勝まで行けたことがすごい嬉しかったです。まあそうですね、本当。これ叩かれるな。炎上系 YouTuber。 このチオンさん、今優しいコメントいただいてるんですけど、動画見た後どう対応が変わってくるかですよね。ロボ飛び出まいらーんって出てきて、どう思うんですよね、チオンさんが。あのロボを見た瞬間、なんだこれってなりますよ。D リーグ決勝でネタに走った実況者僕しかいないですよ、でも。ネタに走ってるわけじゃないですよ。ネタに走ってないですけどね。あれ、びっくりロボって名付けましょうよ。錦津さんの D リーグのあれにノミネートしていてください。はい、じゃあ終わりましょうかね。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。